皆さんこんばんは。10月20日水曜日、日本文化チャンネルさくら沖縄の声のお時間です。当番組は2000人委員会友の会共産広告広告主総 TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りしております。改めましてこんばんは、キャスターの家隆です。はい、こんばんは、島袋智文です。よろしくお願いします。はい、本日といいますか、実は昨日、はい、あの衆議院 の公示日だったじゃないですか。ああ、そうですね、はい、なので本日はですね、あのこの衆議院選挙、はい、衆議院選挙といいますか選挙の話でちょっとさせていただきたいなとは思ってますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、で初めにあのいつもあのお話しさせていただいております中国会計局のあの船の数だけはまずさせていただこうかなと思います。はい、じゃあ画面をお願いします。中国海警局に所属する船舶などによる尖閣諸島付近の状況ですね。接続水域入域はこの11、12と17、18が来ていないということで、で領海侵入は本日は今のところなしと。そうです、なしで、うん、まあ、もちろんあの入ってないことに越したことはないんですけど、何かこういうのも意図があるのかなってなんか思わされますよね。なんかそうですね、はい、ちょっと季節の変わり目なので波が変わってる来てるんじゃないかなと、そういうのも関係しているかと思います。で今接続水域の方が15日になりまして、延べ48隻で、領海侵入はゼロになりますね。でこういったあの、まあ、接続水域は国際法上は問題はないんですが、一応何のために来ているかということを考えると、あんまね、よろしい状況ではないということだけはご認識いただきたいなと思います。はい、はい、そうですね、また一応今回また衆議院選挙なんですけど、またあの中国やこの尖閣のことに対して、まあ、言ってる議員さんはいない、今のところいないなとは思うんですよ。まあ、沖縄の選挙区ではですよ、うん、全国で見れば一応いるかもしれないですけど、まあ、沖縄はまあいないですよね。新聞とか読んでても、そうですね、そういう文字も出てこないですから、はい、見てる範囲ではちょっと見つからないんですけど、もし行ってたらちょっと教えていただきたいなと思いますね。はい、で今日の新聞の方でこんな風に、ね、そうですね、出ている、こういった顔ぶれが出てますよっていうのがあるんですよね。はい、ちょっとまあ盛り上がってまいりましたみたいな感じでありますね。うん、はい、このようにもう一面に乗って、あのもう選挙ムードに。そうですね、この小さいところのこの方はあれですよね、あのユタボンのパパって言われてる方ですよね。そうですね、はい、まあ、今日あの浦添の方でですね、ちょっとユタボンと一緒に写真で写ってましたね、この選挙写真に。ああ広報の写真になってました ね、はい、で今あの写真を見ていただいたんですけども、でどの方が何区っていうことを書かれているんですけども、もうこのどこがどこの市町村のことかとか、そういったものの一覧をあの見てちょっとお話を進めさせていただきたいなと思うんですが、画面お願いします。はい、このようにですね、第1区から第4区に沖縄県は分かれておりまして、このちょっと見にくいかと思いますが、この赤い数字、その地域の合計の有権者数となっております。で第1区が那覇市とかが入っておりまして、まあ、島袋さんは第1区の方の投票になりますよね。で、はい、で第2区は僕なんですが、あと第3区第4区とあります。まあ、この顔ぶれを見て、あ、まあね、前から継続で出ている方、または新人で出られている方っていうのもいます。でこの荒垣さんに関しては、あの社民党のテリア監督さんが、はい、あの引退したということで、まあ、後釜といいますか、後継者ということで出ている方となります。はい、こういった顔ぶれを見た上で、あのどうですか、下黒さん、第一区どう選ぼうかなとか、いろいろ。そうですね、まあ、やっぱりもう一応第一区は前も一応お話ししたと思うんですけど、まあ、一応しょうがなくっていう言い方するのもあれですけど、まあ、国は幸之助さんにまあ投票はすると思うんですよ。でうちのやっぱ父も、おうちの、まあ、父もですね、あの国馬幸之助さんに入れるということであるんですけども、本当にしょうがなくですね、はい、だからこのしょうがなく入れるっていう
ことに対してもうちょっと悔しさを持ってですね、もし当選したらもっと一生懸命身を粉にして働いてもらいたいなと思いますね、はい、そうですね、あの投票が入ったからこそ民意を受けたと思うのであれば、傲慢にならずにまずなぜ入れてくれたのかっていう理由まで考えて応募していただけるといいのかなっていうところですね、はい、まあ、一応この中でもそうですね、やっぱり前回の衆議院選挙でも自力で当選したのは、まあ、保守系はあの西銘恒三郎さんだけじゃないですか。あ、そうでしたよね、はい、確かみんな大体比例で、まあ、拾われてる感じではありますからね。そうですね、はい、なのであの人によってはわざわざ選挙に行ったのにこの人に通ってほしいって入れたのに関わらず翌日見たらね、繰り上げ当選でますから比例で受かってるやんみたいな感じですね。行った意味あるかってなる人もいるらしくて、ちょっとその辺もちょっと考えどころなのかなっていう問題はあります。そうですね、はい、で今回あの今見ていただいたんですけども、で選挙のお話しますよと先ほど冒頭で言ったんですけども、今回ですね久々にこちらの教科書、この従者の新しい公民の教科書、こちらをですねあの一部あのピックアップしてちょっと、はい、まとめたものでちょっと紹介させていただきたいなと思います、はいはい、やはり根本的な選挙のことを知らないで、はい、ああだこうだって言っても違うんじゃないっていうことで、まあそうですね、うん、自分たちもやっぱりこれこの教科書見なかったらあんまりわからないことも多かったので、うん、まあ、勉強になるな、なるなと思いましたね。新聞とかもいちいちそこまで説明しないじゃないですか、うん、改めてもう初心に帰るつもりで、そうですね、やっていきたいなと思いまして、今回テーマとしてさせていただきたいと思います。はい、じゃあですね、テロップを紹介しながらちょっとお話を進めたいと思います。画面をお願いいたします。はい、そもそもですね、国民が政治に参加する方法として2通りあって、まあ、今回のような投票で選挙に参加するということですね。で自分の考え思いに近い人に政治を託す見合いで政治家を選びましょうっていうことですね。でそれで間接的に参加するという形です。もしくはそれがもう完全一致する方って基本的にいないと思うんですね。なのでそういう場合は自身が政治家になって行動する、まあ、政治家になるためにやっぱり知名度は必要ですから、マスメディアを活用したりとか、まあ、どっかの団体に所属して、まあ、参加するとかでアピールしていくっていうのも一つの手段としてありますが、まあ、そういったやり方で、まあ政治に参加していくっていう方法があります。でそもそもこの選挙の権利っていうものをお話しすると、選挙権、まあ、つまり投票できる権利ですね、が満18歳以上に達した国民ということで、まあ、満18歳以上ですからストレートであれば、まあ、高校3年生から投票行ける方もいると思います、まあまあ、人によっては、ね、留年とかでしてて2年生3年生ということもあるかもしれませんが、まあ、基本的に高校生も参加していると思っていただいた方がいいかなと思います。で非選挙権は、まあ、この、ね、議員の区分によって年齢が変わりますが、非選挙権で立候補する権利なんですが、衆議院、地方議員、市町村長は、まあ、25歳以上で、参議院、知事ですねは、まあ、30歳以上ということになっております。で今回は衆議院のお話なので、こちら教科書の方のページからちょっとピックアップさせていただいているんですが、参照でこの衆議院の方を見ると、先ほど言ったように18歳以上が選挙権があって、非選挙権が25歳以上で、議員が465名必要で任期が4年、でも解散の場合は任期中でも資格を失うということで、まあ首相、まあ、任期前に資格を失うっていう、うん、そうですね、2、3年で終わるっていうこともあるってことですね、はい、で選挙区が小選挙区と比例というものがあります。で、まあ、解散あり緊急集会はなしとか、こんなふうに、まあ、参議院との違いもあります。人数もやっぱ参議院よりも倍ぐらい多いではありますよね。そうですね、はい、はい、たものもあって、まあ、参議院は6年の任期だけども3年ごとで半分ずつ選挙があるんです。なんで3年ごとになるか分かりますか。まあ、過半数やはり、まあ、解散総選挙もないということで、
あれですよね、今の、まあ、衆議院選挙は今の、まあ、国民の意見を反映するわけじゃないですか、はい、だけど参議院の場合6年間ずっと前の6年前の民意をやるわけにはいかないじゃないですか。だから3年ぐらいだったらちょうどいいのかなって、うん、と思いますね。多分そういった意味合いもあると思いますが、はい、この政権が衆議院が改選したりとかすると、はい、行政を動かすための人が、ね、この参議院とタイミングが一緒だったりするとみんな議員さんいませんよってなるのを防ぐため合いで参議院を半分置いておくことによって、そうですね、対応するっていう意味合いもありますので、はい、そういったことも基本的なことを考えたときにいかないといけない、まあ、こういう時に有事とかが起きたりしても大変ですからね、うん、そうです。そういったこの対応できる人を確保するという意味で半分になっております。あ、まあですね、このそもそも選挙の種類っていうのが、ね、何なのっていうことで国会議員ですねを選ぶ選挙、国政選挙、今回の衆議院とかですね、で地方議員や公共団体の首相とかを選ぶのが地方選挙ですよってことになっております。で今回は国政選挙なんですが、国政選挙で選べる議員がまず先ほど言ったように衆議院と参議院がありまして、衆議院は465名で、小選挙区比例代表がこのように、まあ、小選挙区が289名で比例が176名で、参議院の場合は先ほど言ったように3年ごとに交代なので1回の選挙には124名の選挙になります。でどのようなチャートでなっているかっていうのをちょっと教科書のものなんですが、このようにちょっと細かくなっておりますので、こちらをちょっとまあ、ね、見ていただいて、もしくはご本人で調べていただけたらなと思います。どうですか下黒さん、このような流れも見ていくと改めて教科書を見るとあこんななんだなって。そうですね、一応この教科書も相当ためにはまあ、もちろんなるんですけど、やっぱりこの国民や県民がですね、最近やはり投票率が下がってるわけじゃないですか。でやっぱり選挙はなぜ大事かっていうと、やっぱりこの国会というところにこっちからみんな代表者が集まって、自分たち選挙区から集まって、まあ、国会がもう最高機関って言われてますからね、はい、ここに集まって、まあ、今からやることとかまあ、意見とか法律とかを決める場所ですからね。だからみんなが投票に行かなかったらもう勝手に決められるっていう感じでまあ思った方がいいですよね、はい、だからそのためにもやっぱり大事なんだなっていう、この選挙っていうのはですね、うん、そうですね。でですね、あと先ほどの画面なんですけども、ページ数の方をちょっと僕間違えてますね。8ページじゃなくて88ページですね。あ、すいません。でまあ、先ほど軽く触れるんですけれども、地方選挙の場合は任期4年で、知事は30歳以上になってからしか立候補できませんですね。で市町村長は25歳以上とかであれば立候補できます。ちょっと待って、非選挙権っていうのもちょっとなんかあれですよね、分かりづらいなと思います。本当立候補権みたいな感じで、うん、行った方がいいんじゃないのかなっていうぐらい。そうですね、ちょっと選挙権非選挙権っていうとなんか非選挙権って言ったら投票できないみたいな、なるのかなとか思ったら、結局本人は投票できるじゃないですか、はい、だからちょっと言葉として分かりづらいですね。確かにそうですね、うん、はい、いやその次はですね、衆議院のはですね、小選挙区比例代表並列制っていう方法でやってますよというのなんですが、小選挙区区制289名でやるんですが、定員の同数と選挙区を区分けし、1選挙区につき1人の当選者を選ぶ選挙制度で、比例代表が176名で全国を11ブロックに分け行う選挙で、合計465名ということになっております。11ブロックで分けるところからは176名しか、まあ、拾われないということですよね。そうですね、で人気がある政党からですね、はい、そうです。でちなみに先ほど見せたような見せたんですけども、これが小選挙区の区分けですね、はい、このように沖縄県であればこうなんですが、各市町村とかで
異なりますので、そこはちょっとご本人で確認いただけたらなと思います。はい、どうですか島黒さん、このそうですね、一応あのやっぱり一番やっぱり自分としてはあの注目しているのはやっぱ3区のこの島尻愛子さんと屋良朋弘さんのですね、まあ、選挙の方がですねあの結構注目していて、あのなんていうんですか、自分この名護市長選がいつもあの沖縄県知事選挙の天王座になるとか言われてるけど、結局これが一番天王座にならんかなと思ってるんですよ。結局はこの間の4年前だってあの西銘恒三郎さんしか自力当選してないわけじゃないですか、はい、だからそのままの流れで選挙も負けたじゃないですか、沖縄県知事も。だからこの間名護市長選には当選して、名護市長選はやっぱ自民党が勝利したんですけど、結局県知事選では負けましたからね。だから自分これが一番、この衆議院選がもう一番のもう県知事選のあれじゃないかなと思ってますね、はい、で島尻愛子さんはやっぱこう名護とか辺野古とかやっぱりあるので、やっぱここで勝利することは非常にやっぱ大事な民意じゃないかなと思いますね、うん、はい、やはりあの民意っていうとどこまでが、ね、民意なのかとかいろいろ言われる部分もあって、うん、全国で見た民意なのか沖縄県だけを見た民意なのかとかいろいろ意見はありますが、まあ、国会議員なので全国で見ないといけんのかなとかいろいろ悩みどころありますよね。で先ほどちょっとねいろいろ見ていたんですけども、やはりこの選挙区がまあいろいろ分かれていて、で人によって、まあ、先ほど島黒さんが、ね、仕方なく選ぶとか言ったように、うん、まあ、自分の選挙区に入れたい人いないんだよと、やっぱいるわけですよ、うん、そういう人たちは島黒さんみたいに消去法で選ぶのか、もしくは新人だから新人がいるから新人に期待しようかなとか、もう本当に妥協案で選ぶのもありだと思いますが、まあまあまあ選び方は人それぞれだと思いますので、そこは、ね、お任せしますが、あの投票に行かないってことは政治に参加しないってことですので、くれぐれもそれはやめていただきたいかなと思います。でもだからといって絶対行けというわけでもまたないのかなと思いますので、まあ体調とか見ながら用事があるからとかいろいろ理由あると思いますが、期日前投票行くなり何なりしてあのできる限り参加していただけるといいのかなと思いますね。はい、でですね、この衆議院っていうのがまあ小選挙区で先ほどお話ししたじゃないですか。でまたもう一個比例代表制っていうのがありまして、この比例代表制はですね、実はあの、まあ、投票は透明記入なんですね。で透明記入があって、で参議院の場合は政党名または個人名の記入でできるんですよ。だから参議院の時と違いますので、今回は比例代表の場合は透明をご記入していただきたいなと思いますね。これを間違えるとちょっと無効票になったりとかしますので、ちょっとせっかく選挙行ったのに自分の民意が反映されないという現象が起こりますので、お気をつけてください。で議員配分はですね、の方式がドント方式っていうものがありまして、計算式がちょっと複雑なため、ちょっと割愛したいところなんですけども、まあ、教科書の方に例題があったので例題をちょっと見せたいと思います。比例のためのこの代表の議席配分の方式ということで、ドント方式というものらしいんですが、正直僕この教科書を見るまで分かってなかったです。そうですね、これちょっとやっぱり意味が分かったかなと思いましたね。だからあの、うん、いつも比例代表で選ばれる方って翌日に比例で拾われたとか、そういう話があるじゃないですか。だから計算がうまくできないってことでもありますよね。そうですね、うまくすぐパッパッパってできないってことですよね。やはり票を全部出した後に計算してってことで、この党はまずこの票によって 1,2,3 人気があるに、まあ、人気があるってことですよね。投票が多いってことは、そうですね、まあ、人気順番にどんどん選ばれていくっていうこと で C 党はやっぱ人気がないからもう1人しか選ばれませんっていう感じですね。まあ、この図で見る限りでは、なのであのいわゆる各政党人気政党で上位にあの選挙
名簿で御意にあるとか言われたりするのは、御意であればあるほど通る確率が高くなるということもあって、あの上を目指すといいますか、あるんですが、やはり4番目とか5番目とかになってくると、ちょっとずつ確率が減ってくるっていう、多分3番目ぐらいまでが通りやすいんじゃないかなとは思いますが、やはり地域によって微妙には変わると思いますが、これは例題としては2700票がある場合の例題でやられているものですね。で、ね、2700もあって、この1で割ったりとかして2で割って、徐々に割っていって数字の多い方が徐々に選ばれていく、そうですね、方式ですので、なので例えばここがもしかしたらですね、330票でここが320票だったら、実はここが通っててここのビートが通ってないとかいうこともやはり実際に起こりうるものですので、そうですね、うん、だから各政党で2番目にいるから通るっていうわけでもないと、だから人気がある政党で上位にいればいるほど通りやすいけれども、人気がない政党であれば上位だからといって油断はできないこともありえるというものになります。なんか今回これを見て改めて、ああこうなんだなって分かったんですけども、どうですか下黒さん、今回これ見てすぐ分かりました？最初分からなかったんですけど、一応、まあ、順番とか打たれてたから、そうですね、自分でずーとか起こしてみればもっと理解できるのかなと思いましたね。やはりこの、まあ、僕ら30歳超えて、うん、あんま勉強してない中で急に教科書見て一瞬頭がんってなりましたけど、僕はやはり改めて基礎に戻って考えるっていうのをやると、ね、まあ、選挙の仕組みが分かってくるから、これはいいかなと思いますね。でですね、まあ、このドント方式というのは、まあ、気になる方はまた個人で調べていただけたらなと思います。でですね、まあ、今まで選挙の流れを軽く話してたんですけども、そもそもこの、ね、比例投票で党のお名前書きますよって言ったんですが、はい、どうしたら政党になるのっていうのを分かってない方もやはりいると思うんですよ。なのでこの政党要件をまずご説明させていただきたいなと思います。で、政党要件としましては、まあ、国会議員、衆議院または参議院を5名以上、もしくは国政選挙ですね、で全国を通して 2% 以上の得票ですね、選挙区、比例代表区いずれかを得たものってことで書いております。これを見ると、あ、人口の 2% の人が投票したら政党になるのかなみたいなイメージ持つ方もいるかもしれませんが、あくまでも投票した人たちの中の 2% なので、この、ね、通したくない政党がいるけれど もうどっちも入れても意味ないから行かないっていう人がいると思うんですが、そういう人が控えることによって比率が上がっていく場合もあるんですね、政党によっては。それで政党要求を満たしてしまうところもあるので、どうにかしたいと思うんだったら、入れるところがなくても一回は考えて自分に寄り添ったところを選んで投票した方がいいのかなと、まあ、最近で言えば、まあ、N 国党とか令和新選組とかですよね。そうですね、はい、なのでこの国会議員、まあ、投票率が多かったら、票が多かったら、もしかしたらこの方々は国会議員になれな、党として認められなかったかもしれないということですよね。そうです、はい、議員にはなれてもっていうパターンもありますの で、こういった基礎的なことわからないから、みんなこの批判というか、下げキャンペーンみたいな、ネガティブキャンペーンとかやったりしてどうにかしようみたいな人たちもいるんですけども、それは違うんですよ。実際にみんなで行動して投票率を上げればどうにかなるパターンもありますので、そこはちょっとやり方を間違えてはいけないのかなとは思いますね。でそもそも先ほど冒頭で言ったんですけども、政治に参加する方で投票行く方法と自分になる方がありますよって言いましたよね。で、自分の考えに近い人にやりますよって言ったんですが、でもほとんどの人が政党に所属するじゃないですか、はい、なぜ所属するのかっていう、そこのところもちょっとお話をさせていただきたいなと思います、はい、でそもそも政党とはって考えたときに、法律を通すためにはですね、まず出席の国会議員の過半数の賛成が必要なんですね。そのためですね、共通の考えを持つ人が集まらないといけないんですよ。そのため政治家が中心となり政策を実現を目指す集団がないと
通らないということですね。でもちろん政党の結成の目的は国会で多数派になり政権を担当することですね。で担当するということは与党になるということなんですよ。でその与党は何なのかって考えると国会の衆議院です。今回の選挙ですねの議席の過半数を占めた政党与党になった政党の党首が内閣総理大臣で、与党となった政党が政権を担当するよっていうものですね。でよく今で言いますと、ね、自民党と公明党の、ね、連立政権をやめてほしいっていう人たちもいたりするんですけども、なんでやられてるかというと一つの政党では過半数が取れないこともあるため連立政権を取ることによって過半数を占めて政権を取るという、まあ、過半数取れなかった場合はもう法案とかこう議決も通らないですからね。そうですそうです、まあ、だからもう一緒に組むしかないというまあ組むしかないという言い方すんまれですけどでしょう。そうなんですよ。やはりこの連立政権がで、まあ、問題は出るけどもそうしないと、ね、政権が取れずに、まあ、問題がなってしまう場合もあるので一概に連立政権がダメとも言えないけどもだからといってもろ手を挙げていいですよバザーイとは言えないものなのかなと。そうですね、やっぱ過半数を取れない以上はもう、まあ、総理大臣とかももしかしたら決まるこの与党から決めることができなくなる可能性もあるってことですよね。そうそうそうです、はい、そうですね。なので今の与党で今決めたけども野党が大人数になってしまうと変わってしまうわけですよ。過半数取れないってことですか。過半数が取れなくて、はい、なのでまあね与党としてはどうしても、ね、まあ、公明党は維持するためには、まあ、自民党としては公明党は必要だよという感じですね。なので、はい、まあ、ある方によってはまあ、自民党の方だけども指令は公明に入れてねみたいな感じで書かれている方とかいたりもするようにこういったバランスを取るためにお話をされているのかなと思われる行動もまあ中にはありますがこれそれはつまり連立政権をするためということもありますのでまあ一概に批判できることでもないのかなというところです。で与党はまあ政権を取ってやる でその反対の野党とはっていうことを考えたときに野党はですね、まあ、もちろん政権を担当しない政党なんですがで野党の役割として野党は与党への政策への批判や対案の提示にて与党政治をチェックする役割があるべきなんですね。まあ、一応批判しないのも確かに問題ではあるんですけど、うん、もう対案があるかって言ったら答えきれなかったら意味ないですから、まあ、政治家としては正直無能じゃないですか。批判だったら誰でもできるじゃないですか。やっぱ対案は必要ですよね、うん、この批判って考えたときにたまにグループとかでイエスマンがいたらイエスマン嫌だなっていう人がいるじゃないですか。それに野党までイエスマンでやってしまうと何でもかんでもむちゃくちゃが通ってしまって国民が困るじゃないですか。なので野党はそれをチェックする意味合いで批判をしてこれは違うよって言ってもらう役割はあります。やはりこの提案型ってこの日本維新の会ですか、大阪維新の会、はい、まあ、こちらの方々も野党になるじゃないですか、はい、野党だけどやっぱ提案型の野党って言ってから、まあ、新しいなんか政治のスタイルだったんじゃないかなとは思いますね、はい、そうですね。で一応まあ説明としてはざっくりまあ一通りさせていただいたんですけどもこのやはりまとめとして言えることはこの今日お話しした選挙の流れとかこういったものを全部一回基礎的なことを知った上でこの政党のこのマニフェストとかそういったものを聞いてあ選ぶかな選ばないかなとか決めていかないといけないのかなって思うとなんか私たちって選び方を、ね、根本的なところを間違ってないかなっていう意味で今回教科書からさせていただいたんですが。そうですね、一応やっぱ沖縄の場合は沖縄県の場合は、まあ、民意と呼ばれている、まあ、こういう何て言うんですかねやっぱ国政では野党じゃないですか野党の人たち、はい、まあ、米軍基地反対してる人たちが、まあ、圧倒的に有利になってるっていうことは、まあ、一応沖縄の人の本当の一応民意かどうかは正直そういう気持ちがあるかどうか分からないですけど、まあ、形としては一応まあ民意ということになってはいますけど大腸こういう県基地米軍基地反対
している運動の力がもしかしたら強いかもしれないっていうのもあるじゃないですか、うん、だから一応今回ですね、だからこういうあの国政野党の人たち、あの、まあ、沖縄では基地反対している人たちの、まあ、こういうオール沖縄っていうところがどん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 今衰退している状態じゃないですか、まあそうですね、だから本当の意味でこういう今運動力っていうのは下がってると思うんですよ、うん、で本当の意味でまたこの人たちの、そうですね、この沖縄の人たちの本当の声が聞けると思うんですよ。今までのオール沖縄の支持者っていって運動力がすごかったんですよ、うん、やっぱりだからまあ本当に基地反対してるのはどれぐらいいるのかなっていうのがちょっと分かってくるんじゃないかなと思ってますね。やはりそこら辺を第一に持っているのか、まあ、今であればコロナの対策だったり経済政策を中心にしたいなっていう人もいたりすると思うんですね。だからやっぱり税制のところを気にして見てるよとかだったり、この支給金とかそういった手当関連 を、ね、メインにして判断してるよとか、やはり、ね、人によって変わると思うんですよ。やはりこの人によって生活の基準は違うように、選び方もやっぱり違うので、だから A さんが選んだやり方が絶対正しいっていうやり方はないですので、みんな自分の生活環境 に合ったもの、もしくは目的に即したものを言ってる方を選んでいいのかなとは思います。そうです、今回ですね、やっぱ衆議院選挙、やっぱ大事な、とっても非常に大事な選挙なんですよ。自分からは参議院選挙も大事と思ってるんですよ。なんでかって言ったら、やっぱ衆議院選挙ってのは解散して今の国民の声の最新の声を国会に届けるっていう意味で、まあ、衆議院のこの衆議院の優越っていう言葉もあるように、衆議院の方があのいくつかの点でですね、強い権限を与えられてるっていうのがあるんですよ。まあ、最初にまあ審議されて、最初に話し合いを持ちかけられて、衆議院で話して可決されたらまた今度参議院で行って、で参議院で可決されればこの法律は通ったりとか予算が通ったりするじゃないですか、はい、だけどこのやっぱ すいません、先ほどから説明していると思うように、まあ、任意制ということは同じやっぱり考え方が偏ったりとか間違った議決が出ないようにということで衆議院参議院ってあるわけじゃないですか。だけどまた衆議院で可決されて参議院で否決されても、また参議院、衆議院に戻ってここで賛成を受ければこれが法律となりますからね。圧倒的にこう衆議院の力っていうのは強いんですよね。だから今回の選挙でも、まあいつも耐えてていかんどこうやつだとか、なんか難儀やつだとか思う方もいるかもしれないですけど、コロナ給付金とか、なんかそういう、まあ、政党を見てから10万円出しますよとか言うんだったら、まあ、そういう方を選ぶべきと選んだりとかですね。で本当だからこの基地が本当に嫌いだったら、まあ、まあこういう方を選んだりとか、まあそうなるっていうこともありますけど、一応だから今回のこの衆議院選挙がやっぱりもう日本の今からの決定を大きく決めていきますからね。だから今回も選挙はまあ絶対に行ってほしいなと思いますね。まあ、政治思想がもう 100% 合うっていう人はいないわけじゃないですか。いないと思います、はい、だから 50%、60%、70% でもいいから、あこの人はちょっと政治思想この辺はまあ合うから、この辺は目つぶってから入れようかなとか、うん、一応自分はあの国民民主でした、あの 5% とかなんか上位性を、うん、一応自分はですね、基地を反対、米軍基地とか反対をしていなかったら、もしかして消費税 5% のところにも入れてる可能性を、もしかして選挙区にいるんだったらですよ、そういうのもありは しますね、はい、うん、やっぱりあの国民のこの、そうですね、やっぱ経済が今回らない状態だから、まあ、やっぱ税金はやっぱり下げていくべきだとは思うんですよね、まあ、そういう声がやっぱり自分で思ってても投票に行かなかったら伝わらないようになるから、やっぱどうしても行ってほしいなとは思いますね、うん、今日ちなみになんですけども、あの今回あのコロナのこともあって自宅療養者とかいう方もいますので、そういった方をあの郵送であの投票もできますよっていう制度もあったりしますので、まあ、ちょっとそこはちょっと総務省のページを見てお調べいただけたらなと思います。でですね、あと衆議院選挙ではあるんですけども、一緒に最高裁判所 の、 あの、ね、裁判官 の、 あの任命ではないですが、この一覧があって、その中で辞めさせた人を罰をつけるっていうのがあるんですよ。ああ。で、そちらもあるので見たことあるけど、多分自分つけたことないですね、うん、やはりつけないってことはみんなそのままでいいよっていう意味になってしまうんですね。なので
この人辞めさせたいなっていう人がいるんであれば、いるんであれば罰をつけないといけないっていうこともありますので、まあ、そこはですね、今回僕軽く調べたら、まあ、NHK さんのホームページで、はい、まあ、この裁判官はこういった判例出しましたよとか、軽い説明とか、憲法のこれにはこういう意見ですよとかいうのがあったので、まあ、気になる方はそれを見て、この裁判官はやめてほしいなとか続けてほしいなっていうのを判断を一緒にしてもらえるといいのかなと思います。やはりですね、衆議院だけでみんな見てるんですけど、実は補足であるっていうのも、ね、認識しておかないと、あれなんでこれ勝手に決められてるのって思わないでいただきたいなと思って、やはり民意を伝える場所なので、ぜひ参加していただけたらなと思います。で、先ほど言ったように、まあ、コロナで、ね、郵送でとか言ったように、まあ、会合をされている方とかも郵送でできたりとか手続きもあるので、まあ、そういったものを活用して家族で自宅療養している、自宅療養している、または介護されている、でも選挙に参加したいっていう人がいたら協力してあげて、やってあげると、より一人一人の民意が伝わりますので、やっていただけるといいのかなと思います。じゃあもう本当に今回、まあ、あとこの10月30日で31日ですか、31日でも、まあ、沖縄県の行く末も決まるんじゃないかなって、なんとなく思いますので、うん、はい、まあ、まさかハロウィンだからって、起きたからって化けて出ないでくださいよっていう感じで、そうっすって思いながらここはちょっと笑った方がいいんですかねまあ人によっては、まあ、選び方さまざまですので、また31日ですが、地域によっては離島の方とかは前日が期日になったりする場合もありますので、まあね、みんながみんな31日というわけではないですが、まあ、その前に期日前投票で行って投票するのもあり、もしくは、まあ、状況によっては郵送とかいろいろ手段を使って投票していただいて民意を伝えていきましょう。はい、今日はそろそろお時間なんですが、はい、なんかこれはぜひ言っときたいとかあります？大丈夫ですか？そうですね、あ、まあ、このチャンネル桜の月曜日 のテドコンさんの映像を見てから、このデニー知事が展示ブロックの上に選挙カー載せてたの、他の候補者の、ね、他の候補者のですね、このデニー知事がいたんですけど、ああいうのは本当に良くないなと思いますね、うん、今日一応保守系の議員のこういう演説か見たんですけど、ちゃんと1メートルぐらい展示ブロックから離してましたので、まあ、この点はいいな、この点はプラスだなと思いましたね。やっぱこういうふうにやっぱ傲慢にやっぱならずにですね、やはり自分たちだってこういう施設とか行ったら障害者の駐車場とかあるじゃないですか、こういうところに止めるで、まあ、なかなかめったに止まってはいないけど、だからといって止めるかって止めないじゃないですか。だからそういうのもやっぱりこの選挙で人を選ぶ基準にしてほしいなと思いますね、うん、はい、そうですね、人間性とかで選ぶのも一つの手段ですね。そうですね、わかりました。じゃあ本日はですね、ちょっともう、ね、駆け足でさせていただいたんですが、はい、もうお時間なのでこれで締めさせていただきたいと思います。それでは皆様ありがとうございました。ありがとうございました。